駐日ウクライナ大使が立憲民主党の原口一博議員のウクライナに対する発言に言及したとのことですが、非常に強い不満を表明しており、今後も両国の関係に波紋を広げそうです。ウクライナ大使が朝日新聞のインタビューに応じ語った強い不満、改めてこれまでの経緯と立憲民主党の対応など、ネットの原口議員への辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。立憲民主党の原口一博衆院議員がネット上に配信した動画で、ネオナチとの言葉を使いながらウクライナに関する虚偽情報を発信したとされる問題で、ウクライナのセルギー・コルスンスキー駐日大使は朝日新聞のインタビューに対し、我々がナチズムと関係があると主張するのは非常に不愉快だと述べました。原口議員は12日に配信した YouTube 動画で、日本はネオナチ政権の後ろにいると述べるとともに、日本が世界銀行を通じてウクライナの復興支援に関わっていることについて、アメリカから武器をたくさん買わせて、その請求書は日本に来るとも語っていました。原口議員は12日に緊急ライブ、2024年、アメリカの崩壊はあるのか、と題した71分の動画で、米国出身の自称軍事評論家と、別の日本人と計3人で対談。米国よりも、ロシアの方が表現の自由がある、といった持論を述べ、現在の米政権を批判的に論じ、その上で、北大西洋条約機構 NATO の東方拡大が、ロシアの戦争を招いたと、ストルテンベルグ事務総長が認めた、という誤った情報に基づく主張を展開しました。また、日本は、ネオナチ政権の後ろにいる、などと誤った事実をコメントし、日本が、世界銀行を通じて、ウクライナの復興支援に関わっていることについても、アメリカから、武器をたくさん買わせて、その請求書は日本に来るなどと語っていました。当該の動画は14日午後8時半の時点ですでに削除されています。これに在日ウクライナ大使館は13日に公式 X で、在日ウクライナ大使館は SNS 経由発信された原口一博議員によるウクライナに関する発言について強い懸念を表するとともに、日本国会によるウクライナ支持決議に相違するものとして、絶対に受け入れません、と厳しくコメントしていました。ニュースを深掘り。というわけで、駐日ウクライナ大使が朝日新聞のインタビューに応じ、原口議員が YouTube で虚偽情報を発信したことに非常に不愉快だと語ったということでしたね。ウクライナ大使館から強い懸念を示された原口議員は、14日にメッセージを拝見しました、と返答。平和を希求し、ウクライナの方々の大切なお命がこれ以上、失われないようにとの願いのもとで発言しているとし、続けて、他方、日本は、岸田政権によれば、財政上も厳しく、子供たちの給食さえ一部に滞り、子供食堂さえ開かなければならない事態でございます。ない袖は触れません。私たちがどんなに支援を継続したくてもできない事態であるとコメントし、支援決議に相違するのは岸田政権の財政の責任だと釈明しており、さらにこれはあくまで岸田内閣の外交姿勢について国会議員として言っているのでして、ウクライナ政府に対して申し上げているものではありません。と、岸田政権に向けての発言ということを強調し、他国の国会議員の発言に干渉されるおつもりはないと信じております。と釘を刺すように付け加えていました。原口議員は、あくまでウクライナではなく、岸田政権に向けて発言したとするスタンスだとしていますが、
これらの発言を受け、立憲民主党の岡田幹事長は、14日、原口衆議院議員の発言の中には、日本はネオナチ政権の後ろにいるんだって、との表現がある。本人に確認したところ、ウクライナがネオナチだとロシアが言っているとの趣旨であったとの説明があったが、ウクライナがネオナチ政権であると発言したと誤解されかねないとの指摘もある。なお、すでに発言を含む動画は本人により削除されている。議員個人には発言の自由が認められるとしても、上記発言は重大な誤解を招きかねない不適切なものであり、今後繰り返されることのないよう、口頭で注意を行ったと発表しています。また、泉代表も、15日、記者団に、日本政府も立民も、原口氏と同じ立場ではないことは明確だ。党内でも気をつけていただかなければならないと述べ、さらに、岡田氏が注意をし、また、動画も削除したと聞いているので、そういった整理をしていると語っています。ただ、口頭注意という甘い処分で済ませてしまったからか、原口議員に反省の意は見えず、自身の X、旧 Twitter を頻繁に更新。つい最近も、貧乏うよにマスゴミ。日本人でも、本物の技術者や実業家は分かってると聞いて安心しました。今日本に住んでないんで、日本は9割方犬になったのかと思いました。というポストをリポストし、私も同感だ。本物の技術者や実業家は犬にはならない。もちろん、本物の政治家も犬ではない。日本の国会議員になれるのは日本人だけだ。と、今度は日本人を犬呼ばわりするなど暴言が止まりません。党内のガバナンスが全く機能しない立憲民主党。このままでは、ウクライナと日本のこれまで築き上げた信頼関係が崩れ、外交問題に発展し、それこそ日本の国益にそぐわない結果になってしまいそうです。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。ああ、やっちゃった。国際問題ってやつ？立憲民主党は自分の党内のガバナンスはガバガバなのに、自民党内のガバナンスに口出ししてくるところがすごいよな。風貌も思想も突然変わったよな。この人、いつの間にか工作員みたいなポジションになってるのな。すいません。ちょっと頭がおかしいんです。がん発表から急におかしくなった人、あの異様な陰謀論者は抗がん剤の影響なんか？知らなかっただけで前からそうなんかな？ですよね。一議員が陰謀論を政治的立場で無分別に発信すんだから程度が低すぎるわ。立憲民主のせいでウクライナと外交問題になりそう。泉どうすんのこれ。馬翼は侵略戦争大好きだからロシア側の味方なんだよな。ナチスドイツも大好きだし。待て、原口は同質だ。マジで相手にしてはいけない。人だと思っちゃいかん。立憲の排泄物だと思ってくれ。民主党政権下では、対米関係がこじれにこじれたのだから、当時の残党を始末しなければ、外交は当然こうなるよ。立民として党勢を拡大したいなら、与党時代に、党の要職や閣僚を担当していた議員を切るしか方法はないだろうな。しかし、まだ謝罪してないってのがすごいよな。立憲はどういう神経してんだか。立憲の同僚議員や支持者が、誰も原口を咎めないのがすごい。もう、
立憲と共産党と令和に破防法適用でいいよ。本人も党もヒトラー呼び捨ても相手にしなかった安倍に慣れていて、何の躊躇もなくレッテル貼りできるんだろうな。陰謀論撒き散らすやつの末路。原口は立民ファンクラブにサービスしすぎたな。前の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？原口議員、もうすでに佐賀の恥を通り越して日本の恥ですね。あまりにも日本人として恥ずかしい限りです。原口議員の暴言は、ウクライナのみならず、日本の国益や国際的信頼にも悪影響を及ぼすものになってしまいます。ウクライナは日本の重要なパートナーであり、両国は安全保障や経済、文化など様々な分野で協力しています。日本はウクライナの主権と領土保全を支持し、ウクライナの平和と発展に貢献しており、原口議員の発言は、このような日本の立場とは全く矛盾しています。このように、両国間の信頼関係をも揺るがす外交問題に発展しかねない発言は、まさに議員辞職に値するものであり、これを口頭注意のみで済ませた立憲民主党執行部には、呆れて開いた口が塞がりません。同党の小西博之議員の発言を借りるならば、万死に値するレベルの愚行です。原口議員をはじめとした立憲民主党議員すべてをこのままにしていては、日本にとって客外あって一理なしです。日本を貶めることだけしかしない存在価値のない政党は、一刻も早く潰してしまうべきでしょう。そう思ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの舞です。ご視聴、ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。